1950年、朝鮮戦争最前線視察のために、マッカーサー元水を乗せたバターン3号機バターン号は、アメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー元水の専用機。マッカーサーが1945年8月30日、厚木海軍飛行場において、アメリカを含む連合国軍による日本占領の第一歩を記した時の蒸気として名高いが、これは2機目のバターン号である。 ボーイング B-17E フライングフォートレスの改装機。シリアルナンバーは41から2593。1943年に改装された。輸送機への改装に伴って、XC-108 という機種記号が与えられている。機種とビブの機銃以外の武装を撤去し、38名が登場できた。マッカーサーはフィリピンからオーストラリアに脱出する。 時にも B-17 を使用しているが、それと、このバターン1号機とは別の機体である、ダグラス C-54B 輸送機の改装機で、1945年4月から1950年まで使用した。マッカーサーが1945年8月30日に、沖縄本島経由で厚木に到着した時、及び1950年6月29日、 朝鮮戦争勃発直後に最前線を視察した時の蒸気はこの2号機である。ロッキード VC-121A コンステレーションで1950年9月から1951年4月まで使用したシリアルナンバーは48から613。1951年4月16日朝鮮戦争における中華人民共和国に対する核。 兵器使用発言などを含む一連の反シビリアンコントロールが問題となってハリー・トルーマン大統領から国連軍総司令官を解任され日本を去った時の上記はこのバターン3号機である。バターン3号機はその後1952年から1953年にかけて国連軍総司令官と日本占領軍最高司令官をマッカーサーから引き継いだ。 アメリカ陸軍のマシューリジウェイ将軍の専用機として使われた後、1965年まで太平洋航空軍司令部の用人輸送機として使用された。また、1960年代後半に NASA のゴダード宇宙飛行センターで使用されていたこともある。このバターン号とは別にバターン1、バターン2をコールサインとして使用した航空機がある。 終戦直後の1945年8月19日、幸福町印準備施設団を乗せて2機の一式、陸上攻撃機が木更津から沖縄県の家島まで飛行したが、その時に指定された両機のコールサインが、バターン1とバターン2であった、バターン半島での戦いとそれに続く、バターン市の更新へのアメリカ軍の執念を物語るエピソードである、ありがとうございます。